木造軸組工法 A、胸木 B、たるき C、主屋 D、両 E、のきげた、F、通し柱 G、間柱 H、床両 I、つなぎ針 J、動作種 K、筋回 L、根田 M、基礎木造軸組工法とは、建築構造の木構造の工法の一つである。日本で古くから発達してきた、伝統工法を、簡略化、発展させた工法で、 在来工法とも呼ばれている。木造枠組み壁工法がフレーム状に組まれた木材に構造用合板を打ち付けた壁や床で支える構造であるのに対し木造軸組工法では主に柱や梁といった軸組で支える。設計自由度が比較的高めの工法である。木造軸組工法の断面図記号などは上、タイの立体図にのっとっとり、また、 ある程度の詳細部分の名称も入れている。詳細な名称は画像下に付記している。木造軸組工法の原型は縦穴式住居に見られる。すなわち柱を立てて桁を支え、その桁に梁をかけて主要な構造としている。太古の長部が二股の自然機の柱に桁や梁をかけて縄で縛って固定する接合方法から、 縄文時代前期には木材を加工する技術が出現したと見られ、道具と木材加工技術の進歩とともに、縄文版期には日本独自の発明により継ぎて、しぐちなど保存、保存穴を利用した、より合理的な接合方法が用いられるようになった。桜町遺跡では木材に貫通した穴である、缶穴のある木材が、マワキ遺跡では保存加工された材木が見つかっている。 在来工法は、こうした伝統的な、構えか、接合方法を受け継いでいるが、伝統工法が粘りで揺れを吸収する、柔ら構造であるのに対し揺れを受け止める合構造となっているなど、異なる点も多く、基礎の構築、土台の設置、基礎と土台の緊結、筋回の多様や各種ボルトやプレートといった、補強化なものの使用など多くの技術は、 昭和時代後期以降から発達したものである。また、こうした技術は、耐震基準の改正などにより、大きく変化しており、他の工法に比べ耐震基準改正前後で、構成要素が大きく異なるのが特徴である。主要な構成要素は、以下の3つに分けられる。木造軸組工法は、伝統工法から引き継がれた継手、仕口といった、保存、保存穴による、 接合方法を基本としている。ただし、柱は伝統工法より細めで、柱を貫通させて水平材を通す抜きも、ほとんど用いられない。このため、接合部は伝統工法より脆弱な傾向にあり、ほとんどで金物により強化される。また、伝統工法では稀であった筋解が多用され、建築基準法で、その使用が義務付けられている。 近年は、木造枠組み壁工法である、体力壁の使用が義務付けられており、現在の在来工法は、厳密には、木造軸組工法ではなくなっている。和語や A 子や両 B 新束、C 子や束 D かに位胸毛 F たるき G もや、H の木桁用語や、A 陸両 B 釣り束 C 片杖 D 合掌 E もや、F の木桁 G 新束、H 胸毛あいたるき屋根構造は、 小屋組と呼ばれ、主要部分の上に設置する構造物である。小屋組は、主要部分の柱に桁や梁をかけ、漁の上に束を立てて、その上に、母屋と胸着で斜面を形成したる木を取り付けて、屋根を吹く構成を基本としている。その構造は主に伝統工法を引き継ぐ、和小屋と西洋建築の工法を取り入れた、洋小屋の2つに分類される。和小屋は形状。 大きさの柔軟性が高く、現代の木造軸組工法住宅の多くに用いられている。用小屋は強度に優れる構造であるため大きな屋根空間を構築するのに用いられることが多い。和小屋は小屋は、主に折り置け組と軽力組の2つがある。折り置け組は、柱の上に直接小屋、漁をかけ、その上に軒桁下を渡す形式で、 軽力味は逆に柱の上に、軒桁げたを渡し、その上に、小屋、寮をかける形式である。折りけ組は小屋寮との桁げたの接合に、渡り屋語と呼ばれる、寮部材に掘られた保存を噛み合わせる仕口を、基本としており、強度に優れるが加工には、手間がかかるため、かつては主要な工法であったが高度、経済成長頃からあまり用いられなくなっている。軽力味は、 現在の主流な工法で、あり落としと呼ばれる軒下駄に掘られた補助に、小屋漁材を落とし込む仕口であるため、加工が折り置け組みよりも容易である反面、部材の接合が弱く羽ごいたボルト等の金物で補強する必要がある。軽力組の基本的な構成は、柱の上に渡した軒下駄に小屋張りを一見間,間隔に、渡し、梁の上に小屋束を、半間マ感に立て、上に母や 胸ぎを渡す。小屋束、胸着、母屋の継手部分には、釘やかすがいを打ち、小屋束、母屋、両、胸ぎに小屋す次を打ち付けて、剛性を強化する。母屋、胸ぎ状にたるきを一定間隔に並べれば、屋根の斜面が完成する。なお、両の長さは二間程度が、標準的である。用小屋用小屋は、新束組屋。 いた場組等がある外来の組み方である。平面トラスを組むので張り間を和小屋に比べ、広くすることができ、強度上必要な柱の数を、比較的少なくできるので、和小屋に比べて、部屋の空間や屋根裏の空間を広く取ることができる。洋小屋の基本的な構成は、柱の上に渡した式桁に、合掌、または六両、釣り束、小屋片杖等の部材で、 トラス構造を形成する。この上におもや、むなぎを渡し、たるきを一定間隔に並べて斜面が完成する。布基礎日本建築の源流である縦穴式、住居などでは土に穴を掘って柱を立てる、掘ったて柱が用いられていたが、地面から水分が上がれば柱は腐ってしまうため、伝統工法では礎石の上に柱を並べる工法が取られていた。 在来工法はこの部分が大きく異なり、鉄筋とコンクリートで基礎を構築し、柱は下部で土台と呼ばれる横材に接合され、基礎と土台をアンカーボルトで固定する。このため、地震に際しては揺れを逃がす伝統工法に対して、完成をすべて受け止めることになり、ホールダウン化なものや、ハゴ板ボルトなどによる補強が不可欠となっている。基礎は近年まで、 布基礎が基本であったが、湿気対策や耐震性などの観点から、ベタ基礎に主流が移っている。ありがとうございます。